大友旅人は、飛鳥時代から、奈良時代にかけての苦行、歌人。名はた人を、あは、等とも記される。大納言、大友康馬郎の長男。官位は、十二位、大納言。和道三年正月の元明天皇の長賀に際して、左将軍として、副将軍、穂積郎と共に、騎兵、早と、江空を率いて、須鹿王子を行進した。和道四年十四位した。 和道八年十四以上、中塚佐教、養老二年中納言、養老三年生四位下と、元明朝から、岩礁朝にかけて、順調に昇進する。養老四年二月二十九日に、大隅守る、養島路マロの殺害に橋を発した、早との反乱の報告を受け、三月四日に、進む早人自設大将軍に任命され反乱の鎮圧にあたる。月頃軍営を張り、 6月中旬までには一定の成果を上げる。その後、8月3日に、右大臣、藤原夫人が亡くなったことから、8月12日に、旅人は京に戻る要直を受ける。しかし、早との平定は未了であったため、副将軍以下は引き続き中途を命じられている。翌養老5年13位に、人気元年、聖武天皇の即位に伴って肖像くらいに除せられる。 人気5年頃打宰卒として、妻、大友いら爪を伴って、打宰府に赴任する。60歳を過ぎてからの2度目の九州下校であったが、この任官については、当時権力を握っていた左大臣、長屋大敗石に向けた、藤原四兄弟による一種の左遷人事、あるいは、当時の国際情勢を踏まえた、外交、防衛上の手腕を期待された人事の両説がある。打財府では、 山上奥良、万世羅との交流を通じて、畜種花壇を形成した。不妊ごまもなく妻を亡くし、後には、イボ妹の坂の上のイラツメが再化している。なお、ひ則の家持ち、書持ちや坂の上のイラツメの再化時期については、旅人の不妊と同時とする説と、天平2年6月に、旅人が、既得になった時との両説がある。しかし、 旅人の太宰卒時代については、資料が万葉集のみに限られていることから、旅人周辺の人物関係については推測の域を出ていない考察が多い。旅人が九州にいる間に、人気6年に、長屋王の変で左大臣、長屋王が自殺、天平2年9月には大納言、パジヒ、翌天平3年正月に、 12位に昇進するが、間もなく、病を得て7月25日に公居。去年67、最終寛位は大納言12位。福岡県太宰府市太宰府成長後前に歩く日、万葉集に和歌作品が78種選出されているが、和歌の多くは、太宰卒任寛囲語のものである。酒を、3、無ルの歌13種を読んでおり、 酒をこよなく愛した人物として知られる。新古今和歌集以下の直線和歌集に13種が日集、監視集、開封像に監視作品が再録されている。花風は大陸的風が新、老僧的自由思想と位置づけられている。中期のないものは俗に本気による。ありがとうございます。